それでは準備は OK かな、はい、はい、後ろも OK、はい、はい、ということで7月16日海の日葛西臨海公園でお披露目いたしました、この作品はですね、青春と書いて青春、今を生きることということでね、私の作品の、名前になっております。みんなはね、実は16日そちらでもう1回お披露目して演舞してるんですけど、その日僕欠席しまして、今日 MC 初お披露目になります。超緊張してます。失敗したらみんな許してね。優しいねみんな。はい、それではじゃあ準備ができたということで、2018年の美心心一つオリジナル青春、今を生きることをお届けします。精一杯演舞いたします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。一心過ごした日々が愛おしく、悲しみが深すぎて未来も存在理由も見えず、ただただあなたを思う日。
はい、青春今を生きることをお届けいたしました。鎌ヶ谷でデビューしたね、イエーイはい、本当はね、鎌ヶ谷ではね、今度の週末、東武鎌ヶ谷の駅前祭りの方でね、これを披露しようと思ってたんですけども、ね、なんたって山下さん30周年記念ということで、毎年毎年ね、呼んでいただいてますんで、これは今日やるしかないなということで、披露させていただきました。じゃあ改めましてお礼を言いましょう。ありがとうございました。はい、じゃあ踊り子さん、またまた。